どうもお疲れ様ですそれでは週間まとめ37週目の FX オリアルヒやってみましょうかえっ、ー、と、ね、週が始まる前にこんなことを申し上げましたまあ一つはね介入対策を紹介しましたね今の時点でこれ月曜日ですけども147円の755という値、ね、動きでございましたでここからねもし介入が今週中37週目に入るとしたら145円を割って144円143円の方面に ぐーっとね下がることが考えられますので、まあ、ここではねあんまり使ってほしくないんですけども豆知識としてこういうのがありますよってことでね例えばこの辺りにセルで予約をかけておくんですよそうするとおこの介入が入った場合ねこのぐらいの格差で落ちますんで落差で、まあ、そうなると145円から予約決済でセルをかけておけば含み益を取ることができますよねってことですよねままあ、これね、ま、だテクニカルが十分じゃないうちに これをねあんまりやってほしくはないんですけどもね一応豆知識としてお伝えしたのが月曜日になりますそれから1週間の展望ですけども木曜日ね木曜日赤で書いてあるでしょ木曜日はあの参加しない方がいいですよ材料が多いですからね、まあ、そういうふうな形で月火水は3日で一くくくりそして金曜日が単体で存在するよっていう形でこの月火水金曜日は利益の取りやすい週だよってことで利益が取れる週っていうふうにやってますね ではね実際にどういうふうな値、ね、動きを月曜日していくのかってことを見ながらお話していきます、えー、まずですね土曜日の上田総裁日銀の総裁の発言によって月曜日の朝大きく窓を開けたところからスタートしましたでこの時点ではちょっと窓開けの理由が不明だったんですぐにね、えー、情報収集をして、えー、調べていった結果上田総裁の発言が見つかったってことになります まあそうなると今後はあの利上げをねする可能性ってものが読み取れましたのでそれを投資家が判断してえずっとね金融緩和をしてきましたので基本的には円安の方向に向かったんですけども、これから利上げをするかもしれないよという発言に対してですね反応したのが利上げというのはねやっぱこっちの方に動くわけですよ円高の方向にまあですので投資家が資金を移し替えたということなんだろうなと判断しました。 で実際に利上げをするところが出てくるかどうかは不明ですんで月曜日のマーケットの流れを見ていくってことになりますねはい、えー、そしてその後なんですけども実際に利上げがあったんで窓開けをした後の値動きっていうのはこの後にあったわけですこの辺りにあったわけなんですけども、えー、長期金利を0.7%に引き上げましたよってことにまたね市場が反応してさらにガクンと下に落ちたんですよねでこれをもって転換を疑ったわけですよ いろんな業界が利上げに向かってしまうとこれはね円高がどんどん加速するんであこれはもうこのトリプルトップを機会にファンダメンタルで、えー、転換してですねずっと円安の方向に向かっていたものが円高方向に変わっていくんじゃないかなっていうふうに警戒したわけですよじゃあ他の業界がどんどんん、ね、利上げを 追随してていくかかっっうと、まあ、実際はなかったんですよねちょっと目立つのなかったんで、まあ、ここで止まったんではなかろうかってことが月曜日に判断できたってことになります、えー、でもまだまだあの油断はできません、えー、火曜日の、まあ、1日この時にねまた利上げを発表する企業が業界があるかもしれませんので引き続き警戒をしながら、えー、マーケットを見るってことになります じゃあ火曜日になりました火曜日はねあのこういうふうな形を,を作ったわけですよ。うんこれ AM4 時って書いてますから先ほどの画像に比べて数時間経った時にこのね、えー、円高に向かったものがこのヒゲで止まって売られすぎたものが今度買い戻されたわけですよね。 売りに入ってっててことで、ここではボラティリティが小さくなりますんで収束はしたかなってことこですでここで皆さんにお伝えしたのがあこれはペナントになってますよってことですよだからこの形を持ってペナントに気づいた方はペナントの次に来るブレイクってものに意識を向けることができますんで構えておくことができますよねってことですよねはいそして本格的に火曜日があ時間を過ぎて、えー、これ正午ですね 見込み違いに対する措置ということで値、えー、動きに対してですね、まあ、いろんな検討するわけですけどもそれが見込み違いだった場合どういうふうな対処をすればいいかってことを紹介してますですね、気になる方はね9月12日火曜日の正午の動画をご覧くださいでえー、っとこちらですね「テクニカルの勝利」って書いてますけどもこのペナントに気づいた方っていうのは ずっとこの値動きのちっちゃい陰線陽線に比べて大きな陽線が出たことに気づいたはずなんですよで大きな陽線が出たということはこれはもう上だよねってことでそっちの方向についていくためのエントリーをすればこの動きが取れたってことですでこの動きっていうのはあの以前のこのボラティリティのこちらですよね陰線と陽線が揃ったところに横線を引いてまずはここまで伸びるだろうなっていう目算ですでひげ先まで行ってここがゾーンになりますんで ここののゾーンの間で一度をしてくださいってことになります。そしてまだ伸びるようだったら今度は次のゾーンがここになりますんでヒゲ先がここだから今度はここで理覚を検討するとでその後はこの窓を埋めるかどうかって形になってきてますけどもまあ窓埋めはね迷信ではあるんですけどもかなり確率が高いんでじゃあ今度はあちょっと、ま、ずれましたねまっすぐ描きましょうか ここがゾーンになりますね、えー。下を引くとするとここです。で、このゾーンまで伸びる可能性もあるよっていうことで3段階。まず1段階目が達成されたわけですけども、えー、まだ伸びるようだったら2段階目まで狙っていって、で、さらにここから突き出して伸びるようなら、今度は窓埋めを完成させますよってことです。とりあえずこの時点では17時前に、えー、ブレイクを利確できましたんで、 理確したポイントがここですよってことですよね。はい。で、この形はよく出てくるんで、ペナント後のどちらの方向に伸びていくのか、で、伸びた後についていって、その伸びはどこまでになるのかってことはね、すべてこのペナントの波形がヒントをくれますんで、これがね。よく覚えておいてくださいね、これは。火曜日の動画ってのも永久保存版でもいいくらいです。はい。それでは、次。えー、水曜日って言いましょうか。水曜日は実際に 1>, 1個目のゾーンを飛び出して2個目のゾーンまで行ったわけですよねその後ちょっと調整が入りましたんでここで、えー、もしかしたらレンジに変わるかもなっていうふうに考えたわけですけどもついにここを飛び出したわけですよねはい13時半ですけども窓埋めに向かったわけですよ通常なら窓埋めを狙っていいんですけどもこの水曜日の深夜っていうのはですねちょっと材料が入るんですよね 21時半ぐらいですけども、アメリカで大きな材料が来て、で、これ夕方までに窓埋めがあればまだよかったんですけども、ちょっとそこまではね、行かずに、ここで停滞したんですよ。で、ここでの構え方も紹介してますんで、上下の髭をうまく使って、アクションを準備しておくってことです。まあ、よろしかったら水曜日の動画もね、ご覧いただければと思います。じゃあ水曜日の深夜はどういう風になったんでしょうか。 の画像は木曜日になります1日終わって木曜日難しい1週間のうち最もっと難しいとされた木曜日なんですけど見てください朝6時窓は埋まったんですけども上下にひげをつけてですね実体の小さなやつこれが材料の正体です21時半の材料で窓埋めはああの寝動きとしてはあったんですけども非常に扱いにくい形になってますよね で、えー、木曜日の朝この形を迎えたわけですから窓埋めはもう完了したんでこっからまたねもう一回こっちに向かうかどうかっていうのは分かりませんですのでこういうふうな迷いの時はとりあえずレンジを基本であるレンジをね意識していきましょうってことでお話ししております、えー、で一応ねここでねあの機械受注の発表がありましたんでこれがどのような意味を持つかってことを解説してます講義にもなってますけどもね まあ、つまり、先週の土曜、えー、日銀の総裁が、これからあ金融緩和を継続するかどうか分かんないよと、利上げもあり得るよってことを話したら、月曜日になって、実際に長期金利を0.7で、えー、発表するところがあってね。まあ、そうなると、機械受注ってのはあの、企業がね、設備投資のために、10年とか20年っていう、うまあ、いわゆるローンを組んで、大型の機械を発注して、これから生産を上げていこうってことなんですけども、その機械受注が、いや、 この世の中は不景気になっちゃったし商品が売れるかどうか分かんないさらに機械発注をすると金利が上がるからちょっと金利の関係でね値上がりしちゃったんで発注をやめようかなっていうことになって、まあ、つまりはーマーケットに供給される商品の種類とか数が少なくなることがこの発表によって予測されるわけですよでそう考えていくとどういうふうにチャートは反応するかってことを話していますでファンダメンタルっていうのはこういうふうと考えるわけなんでねちょっとややこしいでしょ テクニカルってのはね、この波形を見るだけで将来予想しますからね。はい。そして木曜日の正午からマーケットの再設定ってことで、材料があった後と明らかに動きがもうおかしいでしょそれまでは、あの、このペナントを破った後に上に、これぐーっと登っていったんですけども、材料が入った後ってもうね、右肩上がりをやめて、なんか下落しちゃってるわけなんですよ。だからこういう時ってのは、 マーケットを再設定するためにねまずは基本であるレンジになることを疑った方がいいってことですはいじゃあ木曜日ねマーケットの再設定そして金曜日なんですけども金曜日やマーケットの再設定でレンジを仮設定するところが来ました、えー、下落した流れがあったんですけどもそこから出してあのどうやらね仮定が決まりそうですよってことですよねここら辺でまず 下にに向かううエネルギーが止まったとといいういう判断してもいいと思いますここでね材料があってそこから右肩上がりが壊れて下落する流れを疑ったわけですけどもどうも下落は止まったんで、えー、ここからね、えー、上下転換つまりはずっと円安傾向にあったのがここからは円高になりますよ下の方向に向かいますよっていうふうな流れはどうやらここで否定されたようだとそうなると今度は上昇継続になるのかそれとも 一時,一時的にですねレンジとして止まっていくのかってことになりますけども迷った時はレンジで見た方がいいと思いますそうした方がねチャンス広げて損害が少ないからですここでまだね上昇継続を判断するのはちょっとまだ難しいですからねはいということで金曜日の深夜3時が始まったわけですけども金曜日の、えー、朝9時には迷いと決断があるよってことですどういうういい迷ととと決断かっていうととりあえず こちらでですね上昇の流れはどうも否定されたみたいだと陽線がどんどん長くなっていったんですけどもここで短くなって収束してますからさらには陰線が出てね2度目の陰線がちょっと大きかったんであここで止まったんだなっていうこれは1つ目の判断ですこういうふうにレンジが引けるでしょこの判断はこれでいいんですよあとはね迷いっていうのは何かっていうとこれが うん、上の方に偏っている値動きなんでこの辺りが空洞化されてるでしょだからもしかしてこれは上に抜けるエネルギーをはらんでいるんじゃないかなっていうふうな迷いがあるんですよ、うん、でこれについての判断ですけども基本的にはレンジオプションでいくんですよだから今セルで入るのは正しいですただしここを反転して上に向かってレンジを破るようならどこかで、えー、レジサポ転換を 決めななくくちゃいけないけんでですすよよそのの時に出てくるのがやっぱりヒゲ先ですよねここにちょっと見えに行くいんですけどヒゲ先ありますここを抜けて上の方に行くようならブレイクと判断してそこまでのセルのポジションをロスカット自分で入れてね損切りして今度は倍に転換していくっていう決断が必要ですよってことをお話しております金曜日ですねはい、えー、そして次なんですけどもあのー、あこれ同じですねすいません こちらです、ね、あの、まあ、迷いっていうのはいつでもあるんですよ、うん、だからこそ備えておかなくちゃいけません先ほどの画像を引用するのはこういうふうなレンジで考えていたんですけどもえ上の方に抜けましたんでここをきっかけにああもうレジサポ転換したんだなってことで倍に入れておくって判断ができるでしょってことですね、はい、でこれがあ金曜日の1日の流れです、はい、そして、えー、土曜日今9月16日 深夜3時半ですけども、えー、レジサポ転換を起こして、髭先を抜けた流れがですね、さらなる上昇を呼び込んで、一応ここで、黄色の丸のところで止まったかなってとこですけども、当然ここに符号するのはこちらですよね。こういう風になってるわけです。ちょっと上の方に飛び出してますんで、ここが。これからも、 円安の方向に行くんではなかろうかっていう風な疑いを残したまま今週が終わってしまったということになりますね、えー、来週38週目は、いよいよ148円の方向に入っていくことが考えられます。というのが今週のまとめになります。はい、それではね。何点かこの日を見ておいてください。よってことを申し上げました。そちらの方は確実にチェックするようにしてください。で、今回はペナントが。 あ、きっちりブレイクしてね、ブレイクについていけた人が多かったんではなかろうかと思います。えっ、ー、と、いただいたね、感想ではね、まずは、えー、一つ目。え、日銀総裁と、それに交うしたマーケットが、金利を上昇したってことに対しての、値動きのからくりが分かりましたと。将来ファンダメンタルズを勉強する際に、これ今,日今回のことを覚えておきたいですってことでね、あの、テクニカルを一生懸命やってる今は、そこまで意識しなくていいと思います。ただ、自己解説として、 ああだからファンダメンタルってこういうふうに関わってくるんだそしてそれが次の原因になり次の結果がまたさらに次の原因になりってことを繰り返していくんだなってことが理解できればと思いますそれからもう一つなんですけども、えー、とこちらの方ですよねあの多くの方がこのペナントペナントに気づけて利益を取ることができたって言われてましたねでペナントの後のブレイクっていうのがどういうふうにどっちの方向に起きるのかその見極めが これれでできたたっててうう言われてましたねだから的確なあの相場解説が今週はできたかなっていうことで多くの方を利益に導くことができたまた利益はたまたま取れなかったんだけどもペナントの攻略が、まあ、できたということをねあの何人かの方がおっしゃってましたペナントの攻略は本当これなんですよ、うん、だからレンジよりもペナントの方がもしかしたらねあのしっくりくる人もいるかもしれないですよねでも同じようにレンジは絶対攻略しとかないと取れないですからね、うん、ペナントの攻略 レンジの攻略そして一番簡単なのはトレンドについていくようになってたんですけどもトレンドってのはそんなねあの頻繁に出るもんではありませんのでトレンドだけ待っているとエントリーのタイミングを少し減らすことになりますんでまずはレンジですよねでペナントはあのトレンドと同じぐらいの出現率なんで今回えトレンあのペナントを攻略された方ねまたいつ出てくるか分かりませんけども必ず遭遇することってのはありますんでしっかりと復習しておいてください そんなところかなはい、では以上でございますではお疲れ様です、長くなりましたけどもおこのね、中身のある週刊まとめになったと思います